こんにちは、クロウです。クロウの袋日記ホビー始めていきます。はい、今日は前回に引き続きプレミアムバンダイ限定ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットの新商品ガンダムデッサイズヘルエンドレスワールツバージョンで遊んでいきたいと思います。前回の動画見ていただいた皆さんありがとうございます。すでに多くの方がですねご覧いただいたようで大変嬉しく思っております。前回は商品のセット内容ですとか各部ギミックの紹介などをですねじっくり遊びながら見てきました。今回は前回解説できなかった飛行モードレイブン形態レイブンクロー形態への変形をじっくりやっていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速レイブン形態へ変形させていきましょう。まあイメージとしてはこんな感じ。ウィングゼロ、ウィングガンダムと変形機構はほぼほぼ同じになります。まあアクティブクロークとかですね、各部バスターシールドとかいろいろ装備が違いますので、そこら辺の違いはありますが変形は同じとなります。では行きましょう。まずは、変形といってもですね、足のみなんですね。上半身はほぼそのまま、肩のパーツとかも特になしですね。特にそのまま下半身では行きましょう。まずですね、こちら足のこの膝パーツを外します。これがスポットジョイントで刺さっているので外して、今度は膝のこのパーツ後ろに曲げつつですね、ロックを外します。この部分、この下のパーツがパカッと外れるようになっています。外したら膝を後ろ側クランク状にですね、このようになるようにして膝パーツを下ろす。下ろしたら外した膝パーツをもう一度差し込む。今度はこのパーツを上げてつま先を折りたたむ。つま先を押す。で後ろ側このパーツを、よいしょ、カバーを開けて、これをですねこのようにちょっとずらす。よいしょ、こんな感じになります。続いて左足やっていきましょう。右足の時に膝パーツを外してやりましたけれども、外さなくても一応できますね。やってみましょう。ちょっと爪をですねこの中に入れて、まあ、ロックを外すというだけですので、パーツを外さなくてもやれることはやれますね。でそのまま後ろ側にクランク状で一応合わせて、ここに膝パーツを置く。ウィングガンダムやウィングゼロの時はこの膝パーツを固定する差し込み口があったんですが、デッサイズには今回そういったのがないですね。あと膝パーツを外すのは戻し変形の時は一旦外した方がロックの設置がやりやすいので、その方がいいかもしれません。はい、続いてやっていきましょう。で、後ろ側を開ける。つま先を閉じる。つま先を伸ばす。カバーを開ける。位置を合わせて、よいしょ。ね、で両足揃えます。ちょっとこっちが溜まれてますが、はい、両足の変形はこんな感じになります。続いてはサイドパーツですね。腰のサイドパーツ、これもウィングガンダム、ウィングゼロと似たような感じですね。サイドパーツをスライドさせる。で中のヒンジを動かして後ろ側に持ってくる。その時ここにもヒンジがあるのでクランク押して、よいしょ、こんな感じですね。でこっち側に後ろ側、背面にした時にこう上側に来るようにするんですが、この時ですねここのアーマーに結構ぶつかるんで、僕はですね個人的にこのパーツをスライドさせてここに隙間ができるので、そこに入れるような感じで配置させています。説明書では特に記載もないし、一応ですねそのままやっても位置には来るんですけれども、このパーツの擦れとかもちょっと若干気になるので、僕はここ隙間作るためにもリアパーツをスライドさせてこの位置に持ってくるようにしています。個人的にはそんな感じで変形させていますね。でこっちのパーツを、よいしょ、スライドさせる。はい、でジョイント穴が見えるようにですねスライドさせて、サイドパーツの変形こんな感じ。あとは腕をまっすぐ、頭部まっすぐ、そしたらこのジョイントを腰の部分に差し込んで、胴体と上半身と腰パーツを
しっかりと固定させます。あとはですね、最後にいろいろやった後にここにジョイントを刺す感じになります。はい、最後バスターシールドの装着ですね。バスターシールド内側にカバーがあります。こんな感じですね。こんな感じで持ってきて、こう、そしたら反転させて、こう、このグレーのパーツが下側に来るように位置合わせます。これがですね、この胸のところ、ちょっと見えにくいんですけれども、顔のすぐ外下の方にですね、差し込み口があるので、ここにはまるように刺します。で、ここのジョイントがここですね、すごく分かりにくいんですけれども、ここに刺さるように。で、これがですね、結構パーツがキツキツなんで、擦れることをですね、もう覚悟の上でがっつり位置を合わせて、結構ですね、パーツがギリギリです。金属パーツとギリギリなので、よいしょ、一回はめたらいい感じかな。パチッというまではめたら、今度は後ろ側、こう、このカバーパーツを下に下ろすんですが、顔を結構背面に、後ろ側にちゃんと合わせて、バスターシールドに沿うような形で顎を上げて下の方にして、中のこのカバーがちゃんとですね、顔やアンテナを覆うようにして、下の部分、ここに差し込み口に差し込む。アンテナがですね、ここの部分、へこんだところにちゃんとちょうど位置が来るように合わせて、下側とこっち側としっかり固定。最後はアクティブクローブを、よいしょ、黒くて見えづらい、差し込んで、特に位置はないのでいい感じのところに合わせれば、はい、米軍携帯の完成です。はい、変形完了しました。レイブンモード全体はこんな感じになっています。いかがでしたでしょうか。変形自体はもう完全にですね、ウィングゼロ、ウィングガンダムと同様な変形になっています。ちょっとバスターシールドが違っていたりとか、このアクティブクロークがある分ですね、シルエットは大きく、ウィングゼロとは違う感じですね。変形自体は、変形工程自体はですね、ウィングガンダム、ウィングゼロと同じなので、ネットで言われてたようにですね、ちょっと寝そべり変形だというような感じではなくですね、こういう感じで足の部分とかは綺麗に変形できているようになっています。ただまあこれが、だからといってかっこいいかどうかと言われたら、ちょっと疑問かもしれませんね。レイブンという通りですね、レイブンはカラス、渡りガラスでしたかね、という意味を持つような名前ですけれども、カラスというよりかはやっぱりコウモリですよね。ちょっと某 DC 系のヒーロー、バットマン的な感じにも見えますよね。月夜にこれが飛んでたらカラスというよりもやっぱりコウモリって思っちゃうというのが素直な感想かなと思います。はい、ここでバードモードのウィングゼロと並べてみるとこんな感じになります。ちょっと引きで撮ってみましょうかね。よいしょ、はい、こんな感じですね。まあウィングゼロ自体がこの天使の羽、有機物的な羽の造形っていうのがすごく印象的で目に入るので、とても今回のレイブンモードとはですね、結構見た目の差が激しいかと思います。モビルスーツの時にいろいろつけてたホーネットとかはですね、外した状態で、この後のレイブンクロー形態という時にホーネットなどですね、各種武器類は取り付けるんですけれども、ちょっとシンプルすぎますね。特に後ろ側がこの羽がない分ですね、足の部分が丸見えになっているので、本当にグライダーで人が運ばれているような感じにも見えてしまいます。ウィングゼロはこの大きな羽があるので、そんなにですね、全体的に見ても
こう見劣りしないというか、ちゃんと変形飛行形態だなっていうのは分かるんですけどね、ちょっとレイブンモードに関してはかっこいいと言いづらいような形態になっているかと思います。ちなみにレイブン形態、レイブンクロー形態など飛行形態の時にはディスプレイスタンドには専用の支柱パーツを使いますが、これがですねちょっと取り付け方が一癖ありまして、説明書での解説も特になくですね、こんな感じで組み立てただけであとはスポット取り付けますよみたいに書いてるんですけども、なかなかですね難しいので、ちょっと僕的な解説をしていきます。組み立てたらこの上の方だけスポット外して、これを先に取り付けてからディスプレイダイザーの方に取り付けるという感じにやっていきます。また下のこの差し込み口のところにこれをつけるんですが、この下側の板状のパーツに膝が乗るので、ちょっと後ろ側にですね、後ろ側に足をスイングさせてちょっと大きく開いておきます。こんな感じですね。でそしたらこれをまず差し込む、よいしょ、差し込んだらここの板状のところに太ももと膝パーツが段差になっているところですね、こんな感じでちゃんと太ももと膝がこの段差に合わせて乗るようにセッティングします。そしたら股関パーツのこの部分、これを下側にペコッと押すと差し込み口が出てきますので、これをこっち側に刺すようにこれを取り付けます。よいしょ、ジョイントを差し込み口に入れつつここの部分が胸で当たるようにですね、胸を支えるように取り付けで、こんな感じで一発で取り付けられます。このパーツを取り付けたままですね、フィギュアを持ってこうやると結構難しかったり、擦れがめちゃくちゃ出たりするので、このような感じで一部パーツを取り外して先に取り付けてからディスプレイダイザーにセットするという方がやりやすいかと思います。お持ちの方はですね、設置の際は参考にしてもらえたらです。はい、では続いてはレイブン形態からレイブンクロー形態へ強化させていきます。装備させていなかった武装類をレイブン形態に取り付けていくような感じですね。本体の右側、画面でいう左側にはさっき付けていなかった装備類、ボーネット装備、アドラー装備、ビームシザースなどがすでに取り付けられています。今はこちらをやっていきましょう。紹介のためにですね、一旦アクティブクロークを外しておりますが、実際にやるときもアクティブクローク外してからやる方がやりやすいかと思います。では行きましょう。まず使うのがこちら、これは今回の装備で使う唯一の何ていうか余剰パーツといいますか、追加パーツになります。ビームシザースをマウントするために腕にここにですね装着させます。よいしょ、下側にジョイント受けがあるので、ここにですねこのビームシザースのジョイントが出てくるので、これをぶっ刺して、マウントさせるという感じですね。これのみが唯一今回完全変形じゃないというか、よいしょ、余剰パーツになるかな。こんな感じでビームシザース、ツインビームシザースとビームシザースマウントできています。はい、続いてはアードラー装備の接続です。真ん中ら辺に、よいしょ、可動部があります。この部分がバスターシールドの両側のジョイントに差し込めます。バスターシールドのこの部分ですね、ジョイントが両側にあります。普段は内側に畳まれているので、バスターシールドを一旦外してから取り出してもいいですし、ゾーラな人はビームエフェクトなんかでこうやってこじくり返してですね取り出してもいいかと思います。そしたらこのジョイントを使ってウィングゼロでいうところのツインバスターライフルのような感じで両側にアードラー装備を接続、こんな感じになります。はい、続いてはホーネット装備になります。ホーネット装備、モビルスーツ形態の時と同様にですね、腰のサイドパーツのジョイント受けのところに差し込みます。このまま差し込んでもいいですし、
向きが逆方向になるのでこんな感じですね。方向を逆にしてから差し込んでもどちらでもいいですね。差し込んでから逆に向きにしてもいいかと思います。装着するとこんな感じになります。あとはよいしょ、ジョイントをちょっと一旦伸ばしておいて、アクティブクロークを差し込む。で、これで畳む。はい、レイブンクローモードこんな感じになります。いかがでしょうか。さっきの通常のレイブンモード、レイブン形態よりかはまだ武装もマシマシになって、まあ、いい感じには見えるのかなという感じでしょうか。まあ、やっぱり後ろ側がちょっと寂しい感じはありますね。好みでこのホーネット装備を後ろ側に回してもいいかもしれませんね。エフェクトをつけるとこんな感じ。一応説明書の方では付属の支柱パーツを使ってこういったアドラー装備などをですね支えておくことを推奨されています。ではウィングゼロのよいしょバードモードと並べてみるとこんな感じになります。よいしょ、まださっきよりかは通常のレイブン形態よりかは、まあ、攻撃力マシマシに見えるので見応えはある形態になったかなというような感じだと思います。皆さんはこのレイブン形態、レイブンクロー形態いかがでしょうか。僕は多分もう今後変形させることはないかなと思います。一応ガンガオリジナルのギミックとしてはですねこういったものがある方が僕は好きですけれども、開発者の人たちもですねこういうお遊びといいますかこういうものがある方がですね僕はやってて仕事としても楽しいんじゃないかなと思いますので、これに関して否定的な意見は全くございません。一回でもですねこうやって変形して遊ぶ楽しみがあるので、これはこれで僕はいいと思っています。皆さんはいかがでしょうか。はい、それでは最後謎ギミックの紹介になります。説明書に記載されておりましたが、なぜかウィングガンダムエンドレスワルツバージョン、ウィングゼロじゃなくウィングガンダムのこのバスターライフルをレイブン形態に装着することができます。このですね詳しくは解説しないですけれども、このバスターシールドの裏側にちょうどですね設置できる場所があって、このようにですねなぜかバスターライフルを接続して装備することができます。さらにじゃんということで、さらにツインバスターライフルの装備もさせてみました。これはレイブンクロー形態のアドラー装備のところにツインバスターライフルを装備しただけのものですね。せっかくウィングガンダムのバスターライフルも装着させたので、ツインバスターライフルも合わせてトリプルバスターライフル装備レイブン仕様ですね。こんな感じです。いや本当になんでウィングガンダムのバスターライフルを装備させるようにしたのかっていうのは本当に謎ですね。解説とかも特になかったので、本当にガングオリジナルのだけのですねただのお遊びだと思いますが、こういうのは僕は BB 戦士とか、SD ガンダムとかでよくあったので嫌いじゃないですね。むしろ大好きです。今後もですね開発の方々にはいろいろお遊び要素を入れていってほしいなと思います。はい、それではじっくり遊んできましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回は前回に引き続き、ガンダムフィックスフィギュレーションメタルコンポジットの新商品ガンダムデスサイズヘルエンドレスワルツバージョンをじっくり遊んできました。レイブン形態、レイブンクロー形態への強化など変形をですね、じっくり解説しましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。先ほども僕は言った通りですね、こういうガングオリジナルのギミック、お遊び的なものは本当に大好きなので、メーカーの方々、開発の方々にはですねこれからもどんどん、ネットの声などですね気にせずどんどん頑張って楽しんで作っていってほしいなとは思っています。今後はやはりヘビーアームズですとかサンドロック、シェンロン、もしくはナタクかななどですね、ガンダムウィング系のモビルスーツのですね立体化をやはり待ち望んでおります。デッサイズが発売されたことでやはり少なからず巧妙が見えたんじゃないかなと個人的には思っていますけれども、どうなんでしょうか。ちょっとですね今後も楽しみに待っていきたいと思いますので、一緒にですね皆さんも楽しみながら応援していきましょう。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想をぜひよろしくお願いします。チャンネル登録やツイッターのフォロー、動画への高評価も合わせてお願いします。
では今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロでした。さようなら。バイバーイ。